はい、こんにちは。ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日のウィレアプリあるあるはこちら、ミスターギギさん、試合しようとする、スカウトがいっぱいです、スカウト消費しに行く、選手枠がいっぱいです、捨てる選手がいない、結局試合できないということで、このですね、悪魔のようなループをうまく表現してくれたんですけど、僕の場合はですね、さらにその先で、捨てる選手がいなくてその選手をトレーナーにしようとすると、トレーナーの枠もいっぱいという結構悲惨なことを何回もやっております。はい、ということで、今回もですね、動画の方やっていこうかなと思うんですけど、今日は月曜日で、ガチャとイベントの更新が来ました。で、ガチャの方はですね、こんな感じですね。ベスト8、チャンピオンズリーグベスト8のガチャが来ていて、こちらまた別の動画で上げさせていただいているので、ぜひそちらご確認ください。で、これとは別にですね、イベントが新しくいくつか来ております。で、なのでですね、今日はそちらの方の解説していこうかなと思っております。はい、で、実はですね、この解説動画今まであんま毎週やるって感じではなかったんですけど、実はこの前の土曜日かな、友達とちょっとウイレの話、あのリア友とウイレの話をしていて、結構初心者の、友達なんですけど、今なんかイベント何やったらいいか本当わかんないんだよねって話を結構していて、あ、まあ確かに始めたばっかりとか、ちょっと始めてまあ1、2ヶ月の人ってまだまだ全体像を把握してない方も多いと思うので、まあそういった方々に向けて、まあまったりと、丁寧に解説していくような動画作ってもいい、毎週作ってもいいのかなと思ってて、まあ今回初めて、まあちょいちょいイベント解説自体はやってたんですけど、まあ改めてちょっとお話しさせていただければいいかなと思っております。で、今回ですね、大きくイベント3つ来ておりまして、イベントはですね、3つ何かというと、左からオンラインのチャレンジイベント、これ対人戦のチャレンジイベントで、真ん中がツアーイベントの、自分で操作するバージョンのツアーイベントですね。で、一番右が完全コンピューター製のツアーイベント、これですね、この大きく3つが来ております。で、一つ一つ簡単に解説していくと、一つ目はですね、さっき話したように対人戦のイベントになるんですけど、いつものですね、毎週末来るイベントとちょっと違うのは、今回制限がついております。で、 U1800 って書いてあると分かると思うんですけど、これちょっと見ていきましょうか。で、これですね、どっかに書いてあるかな、これか、一番目かな、はい、イベント説明のところにチームパワー1799以下と書いてあると思うんですけど、1799以下のスカットでを作らないとですね、参加することができないので、そういったような対人戦イベントになっております。なので、いつもとちょっと違うということは認識してください。で、右に関しては、まあ、いつものツアーイベントになるんですけど、このツアーイベントは、基本的にですね、試合ずつ、試合をこなしていって、試合ごとに TP というツアーポイントですね、がもらえるんですけど、それを蓄積していって、それに応じてアイテムがもらえるというような感じですね。で、これがアイテムです。で、今回のイベントで言うと、マックス貯めると5万 TP になってるので、5万 TP まで走ってもらえれば、設定したアイテムを全て確保できるというような形になっております。で、同じくですね、こっちもコンピューター操作で、TP を貯めていって、アイテムをゲットするような形になっております。で、今回ですね、まあ、SIM に関しては多分やらない方がほとんどで、まあ、忙しい方とか、特殊な方はちょっと全然別なんですけど、多分学生さんとか、そういった方々、時間のある方は自分で操作する方がほとんどだと思うので、一旦 SIM の話はなしで、このオンラインチャレンジイベントとツアーイベントのお話しさせていただければいいかなと思っております。で、まずですね、このチャレンジイベント、オンラインのチャレンジイベントなんですけど、これですね、結構報酬がいいです。で、初回報酬が特に良くて、こちらですね、初回は80マイクラブコイン。これガチャに、お金かけて使うガチャに使えるんですけど、80マイクラブコインで、チャレンジ2に関しては、ゴールドプラスなので、金以上が必ず確定するガチャ券が1枚もらえます。なので、この初回報酬は必ず、回収するようにしましょう。で、基本的にはですね、1799以下ではあるんですけど、同じチームパワーの星同士でマッチングするようにはなっているので、星1とかの方でもチャレンジはできると思います。もちろん強い方と当たる場合もあるんですけど、チャレンジはできるので、ぜひ初回報酬は回収しましょう。で、その後ですね、じゃあ U1800 を初回報酬両方クリアした後に、じゃあどのイベント回りますかっていう話があると思います。で、ここですね、大きく3種類あります。で、まず1つ目は、ツアーイベントをですね、ひたすらやってもらいます。で、5万 TP 目指してツアーイベントをやるっていうのがまず1つ目。で、5万まで完走できる方は5万まで完走して、その後はオンラインチャレンジイベントを回るっていうのが1つ目ですね。で、2つ目はですね、ツアーイベント5万まで行かずに3万まで達成して、オンチャレ周回をする、これが2つ目です。で、3つ目は、ツアーイベント全く触れずにひたすらこのオンチャレを周回すると、
はい、この大きく3つのパターンがあるんですけど、一つ一つ解説していきます。まず、パターン1に関しては、これ多分一番王道のパターンです。で、僕もこれでやろうと思ってるんですけど、まあ、とにかくツアーイベントの完走を目指しましょうと。で、ツアーイベントは結構いろんなアイテムがもらえて、ここ見ていくと、まあ、スペシャルトレーナーとか GP とか基本的なアイテムに加えて、あとはやっぱり目玉はレベル上限アップトレーナーですよね。これで選手のレベル上限を解放できるので、例えば強い選手、クリスティアン・ロナウド選手とか、メッシ選手とか、そういった選手のレベル上限を解放することができますと。で、あとはですね、ガチャ券もらいます。スペシャルエージェントの、銀確定以上1枚と、そして金確定以上が、3万で1枚もらえたりとか、こんな感じで結構いろいろアイテムもらえるので、これを、いろいろ集めながら、モンチャル周回する。まあこれが一番一般的なパターンになるかなと思います。で、おそらく初心者の方は、初回報酬をモンチャルの初回報酬をゲットした後はこれがいいかな。とにかく、ここのイベント画面からチームマネジメントっていくと、この自動配置でスカットが一番高くなるようにチーム組んでくれるので、ここでチームを組んだ上で、とにかくツアーイベントを走っていくと。で、5番もし行けたらその後モンチャル行くっていうのがいいと思います。で、次パターン2に関して言うと、ツアーイベント3万まで完走した後オンチャル周回って話してたと思うんですけど、なんで3万かというと、それがさっきのこの、報酬が関係してくるんですけど、この3万でですね、実はゴールドプラスという招待試合に勝利するとゴールドプラスのガチャ券がもらえます。で、やっぱ金以上確定のガチャ券って結構価値があるので、ここまで走ってもらうとなんか一区切りっていう感じするんですよ。で、ここまで走るとエージェントもいくつか回収できるし、レベル上限アップトレーナーも3枚とか回収できて、まあそこそこその投資に対していい感じの報酬を、もらうことができるので、ここでやめて、あとはですね、オンチャレだと結構 GP が稼げるので、どっちかというと GP どんどん稼ぐためにそっちに移行するという、まあハイブリッド的なプランが、これになります。で、こっちも結構いいと思います。ただ、こっちはですね、まあ中級者以上向けかな、その3万 TP が割と早めにクリアできる人向けでもあったりするので、まあ選択肢の一つではあるんですけど、初心者の方とかはまあとにかくツアーイベント完走を目指した方が今はいいかなと思っております。で、最後ですね、とにかく GP 欲しい、対人戦全然平気で結構勝率高くて、GP とにかく欲しいんだよねとか、試合とにかくしたいんだよねって人は、オンチャレひたすら周回がいいかなと思います。まあツアーイベントはですね、あくまで今いる選手を強くするっていうところなので、まあ、GP でガチャ引いたりスカウトしたりしたいよって方はですね、とにかく GP 貯めるためにエナジーを全部、オンチャレに費やすというのも一つの選択肢になるかなと思います。はい、まあ大きくはこれぐらいですかね。3つの選択肢があると思うので、ぜひ皆さん、まあ初心者中級者とかはまあそんなに関係ないんですけど、皆さんの手持ちとか、あとは今の状況ですよね、新しい選手を獲得したいのか、今いる選手を強くしたいのかとかを考えながら、ぜひイベントを有意義に回っていただければいいかなと思っております。はい、ということで、今回ですね、こんな感じでちょっと動画撮ってみました。まあ参考になる情報あるかどうかわからないんですけど、参考になったら嬉しいなと思います。ではですね、今回動画以上で終了します。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。